はいどうも、箱ガエル龍がごとく極み2ということで、3勝目、2勝目はね、案外短かった。30分ぐらいで動画が終わっちゃったんですけど、まあまあ短いショーもあれば1時間かかるショーも出てくると思うんで、まあとりあえず第3章、ヤクザ狩りの女、狭山やね、確かヤクザ狩りの女、懐かしいね。はい、とりあえずムービーから始まると思います。見ていきましょう。大変なことになっちまったな。確かに。どうした、何かあったか。そっか、昨日の夜あれですね、誰やったっけ、郷田龍二に会ったんですよね。いや、今はいい。お前は後で姉さんに電話して柏木さんの安否を確認しておいてくれ。じゃあ、OB エコに行く準備できたら。とりあえず、指南系ね。指南系はもういいです。とりあえず、体力もやや減り。なんで。とりあえず、王将攻める。王将ってどこやったっけ？王将、王将、王将。いらっしゃいませ。食べたもん。で、あ、出るね。食べたもんはこの左下にチェックが入ってくれるわけですね。とりあえず食べて、食べてないもん食べて、あれこいつ20あんの、あ、これで100か。気に入ったぜ。多分食べ合わせでありがとうございました、なんかあると思うけど、まあそれはとりあえずコンプしてからになってくるかな。とりあえず欲しいもんは回復系はとりあえず買っときたい。お弁当系でもいいねんけど、コンビニ的なのが。いらっしゃいませ。いいやつ買っとこうか。5個5個買って結構かかる中ね。ヒート系、2個も買っとこう。ありがとうございました。はい、とりあえず回復持ってれば安心でしょう。なんやかんや一生の大悟が結構強かったっていうか硬かった。ゲージ3本あったんで、これからの敵が思いやられる感じ。とりあえずサブストーリー系はやらないつもりなんで、やらないつもりなんで、とりあえず、能力強化をやっていこうと思います。必要なもんやね。カウンター攻撃力アップはちょっと欲しいねんけど、いや何を上げるべき。スウェイか、弾きか。あ、弾きってない。スウェイか避けたい。とりあえずじゃあ飛び込み、飛び込み攻撃は、わからんな、今回わからんな。リガード、あ、スウェイ距離も
覚えれなくなってしまった。じゃあ普通に打撃上げて、ヒートも1個は覚えといて、お手軽ヒートで、あとはもうこういうのに回したらいいんじゃないよ。 OK、 じゃあ行きましょう。あれあれ、あ、はい。おう、未練号へ。同日同時刻。刑事さん、わしちゃ肩を脅かすようなことはしまへんで。なんかの間違いとちゃいますか？山か。喫茶店で小島不動産の社長に会った時、テーブルを叩いたそうやないか。山薫。叩いたうちに入りまへんがな。ちょっとこうやってポーンとやっただけですわ。立派な恐喝罪や。はっ、冗談やないで。そないなことでいちいち引っ張られとったら、わしら飯食うていきまへんがな。しょうもない大門ちらつかせられれば、一般市民はそれだけで怯えるもんや。しょうもない大門やと、女やと思っておとなしゅうしとったら図に乗りやがって。何が任侠や。な、何さらすんや。ヤクザやったらこそこそしのぎせんと、体張って稼がんかい。連行や。恐喝、傷害、脱税、署で徹底的に炙り出したるわ。何さらすんじゃこのボケ。公務執行妨害のおまけ付きや。関西なまりなんか分からへん。京都っぽい。ホーム連合と登場会が杯交わせた。君に。私たちが掴んだ情報では。ほんで天下の警視庁班は府警に何せ言うんでっか。キリの身柄を確保していただきたい。あ？もし杯の話がこじれてキリが殺されでもしたら、泥沼の構想になるのは間違いありませんから。つまりわしら警察がヤクザの身辺保護をせえちゅうことでんな。ええ、とにかく時間がありませんのでよろしくお願いします。別所。ほんま勝手なことばっかり抜かしやがって。課長、誰からですか？ん？ああ、警視庁の四課長からや。ヤクザの身辺保護とはどういうことなんですか？桐生一馬が監査に乗り込んできたんやと。桐生って、あの…ああ、せや、登場会の四代目や。あいつにこっちで死なれでもしたら、西と東の大戦争や。せやからわしらに身辺保護をせいちゅうとんねや。アホらしい。その任務、私にやらせてください。あかんあかん、お前に任せたら身辺保護どころやないわ。チャンスやと思いませんか？チャンス？桐生一馬の命を守る、その名目さえあれば私が関東で捜査しても問題ないということですよね。なんじゃい。お前の狙いは関東に乗り込んで府警四課の力を見せつけて警視庁を見返しちゃろっちゅうてのか？展開によっては総動員体制も取れます。これはおもろいな。差し詰め府警四課の関東進出やな。じゃあ私に。おい、ちょっと待てや。お前、登場会にこだわっとるんと違うやろな。違います、私は府警四課の主任として言ってるまでです。ほんまやな。はい、わかった。ほな一丁行ってこいや。はい。昨日の爆発、風間組の事務所は粉々に吹っ飛んだそうだが、柏木組長は無事だそうだ。そうか。
海連合の仕業じゃねえだろうな。おそらく合田龍二だ。え？ああ。昨日蒼天堀で会った。本当か？お待ちしておりました。遊びはこの辺にしな。あの、あ、女性用らしい。入り組んでやがる。入っていいのか。あ、そういうこと。始まりますよ、かん。めっちゃ。クルスやったっけ、めっちゃ被んな。遠方からようこそお越しくださいました。五代目近江連合会長の合田仁と申します。でんてん、桐生四代目の噂は金がねえ。ご丁寧な挨拶痛み入ります。東条会四代目桐生一馬です。堅苦しい挨拶は終わりにして、近江連合の執行部を紹介しましょう。私の横におるんが総本部長の高島です。本部長をやった寺田の後任となります。よろしくお願いします。寺田の。ええ、寺田。いや、東条会五代目とは兄弟分でした。この度は誠に残念でした。次に。ちょっと待った。おい、そこのあんた、今なんて言った？残念だと。確かにな。何寝ぼけたこと言ってんの？あの、跳ねたの。お前らやったんだろうが。近江やな。寺田を殺したのは確かに近江の系列です。ですが、本家の命令ではありません。ふざけんな。そんな言い逃れが通用するか。ギャーギャー騒ぐなや、兄ちゃん。ああ。ええか、こういう会合には核っちゅうもんがあるんや。戦国虎之助。兄ちゃんみたいな人間が来るとこちゃうんや。ええ、せやろ、東条の四代目藩。やめろ、戦国。失礼だろ。すみません。こちらが無礼をいたしました。寺田の一件に関しては、ほんまに申し訳ない。上座からですが、
お詫び申し上げます。ちょっと待った、謝る必要なんてあらへん。もともと寺田はうちの人間やったんや。組織裏切った人間、夜行が仁王がこっちの勝手でしてる。戦国臭い芝居はやめろ。はぁ、あんたら全員本当に悪いと思ってんのか。ええ、ゴダソンよ。あんた1年前寺田の背後で政治家の神宮とつるんで東条会乗っ取ろうとしたじゃねえか。知らねえとは言わせねえぞ。確かに、ですがあれは私や執行部の仕業ではありまへん。なんだと？今更何言ってんだ。桐生さん、堂島さん、合田の口からは申し上げにくい話なので私の方から説明いたします。実は1年前の神宮との件は直参合流会会長が独断で行ったことなんです。何？龍二が？龍二をご存知でしたか？彼は親父の実子です。親の心こしらずとはこのことで、奴は近江の大門を使って勝手な行動を次々、寺田襲撃を実行したのも合流会によるものかと思います。では龍二が寺田殺しを命令したと？おそらくは。アホらしい、やっとられんわ。戦国、まああとは勝手にやっとくんなあれ。寺田の公伝が必要やったら声かけてくださいや。10億でも20億でも用意しますさかい。ほな。桐生さん、これが近江連合の現状です。直参120、構成員35000、巨大になりすぎた組織を統制するのは至難の業です。五代目、この高島は和光で器量もある。寺田もそうやった。ですがね、今の戦国や龍二のように他の若い連中は言うことを聞かへん。ゴーダさん、桐生さん、寺田牛の丹は東条近江関係なく痛いことや。今こそ東と西の力を均衡させることで争いの種を取り除きたいと私は思ってる。東と西のですか？そうです、桐生さん、あんたならそれができる。ぜひ東条会を立て直してください。これそのために近江連合の力が必要なら私は喜んで力になります。龍二が入ってきたっけ？預かった書状です。あいつは合田会長との杯を願っていました。寺田、東条会としては寺田の願いに従い近江との五分の杯を望んでいます。受けていただけますか？お受けいたします。そうですか。ではすぐにでも東条会五代目代行の堂島弥生をこちらに向かわせます。いや、そうはいきまへん。今度はこちらから出向く番です。神室町へ行きましょう。はい、ありがとうございます。あれ、入ってこんかったっけ。入ってきた。やっぱりあんた本物の堂島の竜やったんや。桐生が龍二、近江と東条が五分の杯やった。八に、いや九一の間違いとちゃうんか。お前何しに来た？お前は執行部の人間やない。え、何や。俺を
いているだろう。知るん。お前に5年前はねられた堂島宗平の息子大吾だよ。知るん。中取るやろね。杯なんて関係ねえ。俺はお前に借りを返さなきゃならねえんだ。雑魚なんぞ覚えてられるか。邪魔やねん。そこで寝とけ。どないする気や。やれ。この頃の大吾はまだまだ弱いよな。何をする。どういうことや。お前ここどこだと思ってんだ。何言うてまんねん。近江連合の本部だぞ。どないなことはわっとりまんが。わしらはクーデターを起こしに来とんのやから。なんだと。今は東条会さんにうちの親父と話させるわけにはいきませんね。杯なんぞ交わしてしもた。わしの計画がパーイ。お前の狙いはやはり戦争なんか。そうや。西と東の大戦争、それこそがわしの狙いや。それとも一つ。俺か。その通り。あんたの首や。悪いがその価値があるか試させてもらいます。始まるんですね。それなりに敵は多いな。あ、でも、あれ、あそこ。おお、投げで攻めるしかないぞ。投げで攻めたらいいねんけど。スウェイの距離が短い。第一歩終わり。泣かすぞおら。泣かされんぞおら。大丈夫か。そんな、あ、ちょっとほんまスレイ距離。硬いのかキリさんがまだまだ弱いのかどっちや。弱い。ああ弱い。弱い。弱い。何やろ。操作感が違うかな。投げも押しっぱにしないと離すし。投げさせない。投げへん。全然投げへん。硬いし。なんやかんや厳しいぞ。もうちょっと能力強化はしっかりしとかないと厳しいな。いや、さすがでんな。昨日よりも迫力ある。やっぱこれぐらい強ないとやりがいがないってもんです。
さらすんじゃ悪い。お前の好きにはさせねえぜ。俺との勝負が先だろうが。キリュウさん、悪いが、こいつは俺がやる。あんたは合田会長。分かった。意外にやるやないか。まあ、やろ。そないに死にたいな。先にやったらやないかい、ボケ。とりあえず回復かな。キリュウに行け。とりあえず回復したいのは回復したいけど。あ、一発重たいな。追いかけこっち来んなってお前ら。危ない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 。回復しとくか。お、ああ。で、動きながらが投げれないよな。会話それなりに置き武器が多かった。ピオランタイプの、ピオランタイプの。あれ、おかしいな。入った。あ、死ぬの早。ほ、あー危ない。ランドかい、当たらへんのかい。肩、肩、クソ肩や。これ当たらんでいいけど。距離クソ短いやんけ、お前。硬すぎねお前。すべてが弾かれてんの。硬すぎねお前。
どうなってんねん。これ持ってこう。あいつ、あいつ、あいつ腹立つ。ちょっと待って、こいつ飛んでいく。なんか持ってこよ、なんか持ってこよ、なんかなんか、これこれ、あれだ、あんも使えねえ。いや、この戦い方、終わって終わった。あ、しまった。あ、いっぱいおる。すぐ倒れんじゃねえぞ。とりあえず俺こいつ嫌いね。こいつ。背高いぞな。戦いに行く。油断だらけや。あ、足の武器が。分かってたのに。得られへんね。あ、こっちじゃない。めっちゃエモあるやん。何これ。いらん。これ手榴弾無限ってない。殴れんのか。いや、ちょっと待てよ。あんまいらんな。あんま食らわねえな。これ何？線香だ。いや、何も変わらへん。サングラスか。回復アイテム取っといて、ファイヤー持って、何も出えへんよ。アイアンどこ行った？あざ。硬いのか柔らかいのか結構減ってる。わあ、うざい。ああ、うざい。手榴弾大して使えんかったな。あと2回使っとくか。とりあえずこれ使って、いっぺん振らして、削り切れんかった。
多いな。とりあえず回復。おほう。いや、罰レンダー、ナイスパンチ。あ、待ってやった。ちょっと待って、俺投げたいんじゃない、使いたいね。一発しか入ってんって、お前どういう銃やねんこれ。おかしな銃やな、マジで。こいつかな、あれ違うな、俺やりたかった、それちゃうな。全然食らってへんやんよ。さあ、これ長いな、それ、ね、いやー、やめてくれ。スウェイ間に合わん。もうな、こいつ強すぎるってマジで。おい、キリュウさんらしからの戦い方したぞ、ほんまに。ハードってこんなきついもんか。さしね。行くね。3人か。武器なし。ああ、しんどい。キリュウさん、息子の失態、あんたに助けていただくとはお詫びのしようもありまへん。東条も近江も関係ありません。お気になさらず。うん、大丈夫。しっかりしろ。キリュウさん、やっぱあの男ただもんじゃねえ。勝負はまだついとらんやろべ。大吾、お前は郷田会長を連れて東条会へ行け。そいつとの蹴りは俺が。今郷田会長が東条会と杯を交わす方が先決だ。それにお前はここで死なすわけにはいかない。けどこのままじゃ。ここは俺の言う通りにしろ。分かった。やっと二人きりになれたの。会長は東条会が預かる。この杯、
絶対に邪魔はさせない。まあいい。あんたを倒して奪い返しゃいいだけの話。やってみるか。ええ。本物の竜はどっちか。決着つけようないか。かあ、ここに来てね。ここがあんたの墓場や。龍二な、ゲージもあるやろしな。とりあえず硬いのか、柔らかいのか。かスーパー甘すぎる。武器が多分持てるってことは、こういうのをしっかり使っていかないと危ないってことやと思うな。悪いけど、あー、なんや、何投げ、これな、フルで渡らん。回復しとくか。お、たまったら、なんだそれは。なんですかそれは。アングルクソ。危ない。あ、使わせてもらいます。2回目全然食らわね。武器種類持っとくべきやな。なんやなんや、それもう一回来るんやった。いや、それやめてマジで。それ強すぎ。ただ追い打ちがないのはマシやな。あ、危ない。ちょっとめくり半端ないやんけ。めくりすぎやろ。何やあれ、火の棒とか使えん。めくりすぎやねんって。めくられんぞ。気をつけろ。最後それ。
ほらめくった、めくり、あめくってくんなマジで。当たんね。次やって じゃあか食らわねえ、なげが食らわん、クソやったよ。打ちのめされる、それそれ普通に死んでしまうぞ。おっおお、ああ危なかったな。でも減りきるのかこれ。あ、減った。はぁ、つえーわ。マジで。めっちゃ使ったな。まだ勝負は終わっとらんわ。俺は対等じゃねえ勝負は嫌いなんだ。何やと？お前は大吾とやり合った。あいつは強い。まともな状態じゃねえはずだ。どっちかが死ぬまで勝負は終わらへんわ。クソげ、覚えとけ、勝負はまだ終わっとらんで。全員連行や。はいはい。桐生一馬さんですね。そうだ。府警四課の佐山薫です。あなたを傷害の現行犯で逮捕します。あ、終わった。いや、ちょっと待ってな。キリュウさん、もうちょっと強くしないとあかんね。うん。ちょっと、あんまり山椒まで、この何、街中に、街中をひたすら出歩くことがなかったから、絡まれてもないし、経験値がそんなに溜まってない。はあ、ちょっとどっかで積むな、この勢いでやってると。ちょくちょく巻き込まれては、サブストーリーは置いといて、普通の街で絡まれるのをこなして、ある程度レベル上げていかないと、そのうち積むと思う。まあまあ回復があれば、回復と武器があればなんとかなるかもしれへんけど、まあ武器直すのにもお金がかかってくるし、結局は戦っていかないとお金もたまらんから、そういうのも考えながらやっていかないと積むよこのゲーム。今回のハードは、初っ端のハードはそんなに、あの桐生さんを動かすテクニックがないからな、まず。はい、とりあえず第3章、ヤクザ狩りの女終わったということで、この動画はここまでにしたいと思います。次回第4章ですね、うん、やっていきたいと思います。
。ここまで見てくれた方ありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方もしてやってください。お疲れ様でした。